春は第一印象の季節。春は爽やか消臭のファブリーズ。七尾先生、特技はバレエですって。パリ育ちだもんな。言うほどでも。なんか焼肉臭くない？やっべ。ピンチ。春は爽やか消臭のファブリーズ。七尾さん、わかりますよ。この匂い香り CM と同じで、いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。でも七尾さんは実際に先生でいらっしゃいますか？はい、副担任のでね、はい、役をやらせていただいてますけれども、今日はちょっとその、はい、この新しい場面でですね、はい、ちょっとリフレッシュしたこのCM にもありましたようにですね、一足早くファブリーズで好印象デビューしている先輩としても、はい、いろいろ話していければいいなと思ってます。ただね、この好印象っつってね、ちょっと僕相当印象悪いの。ちょっと聞きますよ。記者の皆さんに対しても聞きますよ。昨日の、まあ、言ってみれば今日のデビスカップ錦織圭戦見た人。俺相当印象悪いぞみんな。印象悪いぞ。今日ですね、実は国別対抗戦ってやってまして、はい、もう世界ナンバー2ってやってた、朝の5時までやったのよ。ずっと熱血解説僕もしてまして、最後錦織圭負けちゃったんですよね。もう彼のね、そのさあ、これからこの事業というものを始めていきたいと思います。今日はね、ママさんたちがいらっしゃるということで、はい、実際にこのように一つ事業をしていきたい点ですが、この人が与える第一印象、小中学生の300名のママさんに印象、別にメモるとこないです。ここは別にメモるところじゃないって言っても、まだメモるところじゃない。第一印象がどういうものか、そして今日こうだったんだっていう結果を出してきます。それを勉強しながら、自分の第一印象というものを変えていきましょう。まず最初なんですけれども、こちら、第一印象を最も意識する季節。実はこれピンクばっかり、この季節春です。これ春なんですね、はい、びっくり。こんなに 87.0%、まあこれ進学、新しい人生のスタートっていうこともあるとは思うんですけれども、じゃあこれ1年でね、第一印象大事な季節なんですけれども、まあ、初対面と会う機会ってすごく多いわけですよ。七尾さん、どういうところを気をつけるんですか？私はやっぱり表情を気にしますね。やっぱりすごくこういう場でも、やっぱり初対面の方に会う時とかも、はい、やっぱり緊張するんですよね。やっぱり緊張して顔がこわばってしまうっていうのもありますし、あとはやっぱり最初の第一印象っていうのは表情だったりとか、まあ笑顔っていうものを大切にしてはいますね。はい。じゃあその笑顔が実際第一印象を良くするために気をつけていること、どんなものがあるでしょうか？やっぱりこれ笑顔が入ってくるんですよね。やっぱ第一印象っていうのは笑顔などの表情、またヘアスタイルと、そしてお化粧っていうものが大事。でも一番は何と言っても服装、ファッション。これ女性やっぱそうなんですか？みたいですね。やっぱり気合は入るのではないかなと。気合が入る。はい。そう、ママさん、そう入る。やっぱ洋服ってすごい気になる。そこ見る。やっぱ洋服っていうのは見るところがあるんですね、実際ね。でもこれは自分が気になるところですよ。じゃあ皆さん同年代の人たちで、周りが気にしている皆さんに対して何を気にしているのかっていうのがこちらなんです。初対面の時にこちら気づくのが、やっぱ表情ってのありますね。緊張しているとこうむすっとしてるわけじゃないけれども、そういうふうになってしまったり、ね、あと言葉遣いが悪いって、これどうでしょう？いやー、それは思う時はありますね。やっぱり言葉遣いっていうのは一番お金がかからない、おしゃれと言われてるぐらいですから。聞いてそこはメモって。やっぱりそういったこう身だしなみだけじゃなくて、内側から出るものっていうものもやっぱり大事かなっていうふうに思いますね。内側から出てくもの。さあ、そしてこちら第1位は、これものすごく大事ですよね、うん、周りはどう思ってるのか。こちらです。なんとこれ洋服、嫌な匂い、洋服から出る嫌な匂い、これね僕は相当これびっくりしました。それやっぱ感じるもんですか？感じますね。私は特に香り、いい香りが好きなタイプだったりとか、はい、匂いに敏感だったりとかするので、そういったものはすごく瞬時に察知しますね。察知する。はい、ただ例えばじゃあ体につける香水っていうのはありますけど、はい、自分の洋服の匂いなんていうのは気づかないことが多いと思うんです。どうでしょうかねそれ。私は割と気をつける方ではあるんですけど、はい、やっぱりうっかりちょっとタバコの匂いがこう染みついてしまってたりとかすると、自分では吸わないけど周りの人たちが吸ってるものが染みついてしまったりとかする場合は、ちょっと無意識なうちにこう見落としがちなんじゃないかなっていうふうには思いますね。ですから自分の中ではこの洋服とか外見っていうのを気にしてるわけですよ皆さんは。でも実は周りにとっては自分ではなかなか感じれないその匂いっていうものを一番気にしていく。だからこそほとんどの皆さんがこちらでございます。やっべピーンチってことでありましたね CM でやっべと心の中でやっべピーンチっていうこの第一印象の中ですでにこの自分は一生懸命頑張ってきたのに知らないうちに洋服の匂いで第一印象大ピンチになる。これどうでしょう。いやすごくもったいないですよね。もったいない。一生懸命洋服だったりお化粧だったり、はい、髪型だったりそういったものを完璧にしても、そこがダメだとやっぱり一気に全てが台無しになってしまうので、そこをやっぱりきちっとしてほしいなと思いますね。そう、このピンチっていうものをどのようにこれチャンスにしていくかって大事なんですけれども、やはり第一印象のこれ落とし穴っていうのは匂いっていうこと。この落とし穴っていうのはどうですか皆さん。気づいてた？